松虫寺のしだれ桜松虫寺は、千葉県印西市松虫にある新言州豊山派の寺院。三号は、真似玉山。陰号は、伊王院。本尊は七仏訳知る事項如来。今流は、天平十七年と言われる。言い伝えによれば、聖武天皇の第三王女、松虫姫は難病にかかり、手の施しようがなく、病画の日を送っていた。ある日、 下佐萩原の薬師如来が姫の夢枕に立ち、東国に下校して祈れば、何病も良くなるだろうとのお告げがあった。そこで、天皇は姫を、牛の背に乗せ、行基を従って、下佐に向かった。下佐の陰馬にある萩原の地に着くと、夢に見た、薬師堂があり、姫は案を結んで一心不乱に祈りを捧げ、ついにその病に打ち勝ったとされる。帰郷の際、 姫と一緒にやってきた牛は姫だけが帰っていくのを悔やみ、池に身を投げてしまった。その池は牛むぐりの池と呼ばれ、今でも近隣の松虫姫公園内に存在する。松虫寺は姫の死後、行記によって解散された。千葉県印西市松虫七北総線印馬2本、伊代駅下車徒歩10分なお、印馬2本伊代駅には、松虫姫という名の副駅名が付けられている。 また、建設時の仮称は、印馬松虫駅だった。ありがとうございます。